矢野孝之騎手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。鮮やかな逃げ切り勝ち、サウサリオーネにダートグレード2つ目のタイトル、今のお気持ち聞かせてください。そうですね、やっぱり針ね、春の船橋のこの重賞でね、結果を出してるんでね、またチャンスがあると思ってましたし、勝てたことにまずホッとしてます。はい、少しレースについて伺っていきます。多くのファンの方が逃げるだろうと考えていたと思います。今日の逃げた時のリズム、雰囲気、身のこなし、どのように感じていましたか？そうですね、前走の大井はね、リズムよく走ってる割にはちょっとしまいだらしなかった感じはあるんですけども、やっぱりね、船橋コースっていうこともあるのかもしれないですけど、非常にリラックスして走ってくれました。はい、3コーナーから4コーナーと後続を離していきました。直線コースではビジョンもある、余裕があるのかなというふうにも見えましたが、手応えどうでしたか？そうですね、終始手応えよく走ってくれましたね。はい、先ほど矢野騎手から少しありました、船橋コースとの相性、とてもいいように思います。やはり馬も気分よく走っているというふうに印象はありますか？そうですね、全然違うと思います。はい、これから先、また力強い走りに期待したいと思います。今後、どのような活躍に期待したいですか？女馬のレースに関してはね、JRA とそんな差はないと思ってるんでね、またね、こういう舞台で活躍してもらいたいと思っています。それでは今日は多くのファンの方々駆けつけてくださいました。力強いメッセージを最後にお願いします。本日は寒い中、また大変な中、ご来場いただきありがとうございます。まだまだ大変な時期ですがね、こういうレースで、僕たちも一生懸命盛り上げて頑張って参りたいと思います。これからも、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございました。